はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は戦いドリームチーム動画撮ろうと思います。ということでね、やっていこうと思うんですが、前回の、動画で選べるチケットをねちょっと引いてみて、日本のね力 25% をちょっと引き当てたいななんて言いながらやってみたんですが、そこはねちょっと引き当てられなくて、まあ一応今回の松山くんね、ここが力日本 25%、 そして一つ前の代表三杉くんね、これが、こちらがねあの力日本 25% だったので、もう一人力日本 25% 出ないかなとか言ってラベルを引いてみたんですが、そこはちょっと手に入らず、ただね動画のコメントで、配布の木杉くんがね、25% ではないですが 24% の力日本ですよということを教わったので、ちょっと育ててみましたということで、一応ね力日本でやるんだったらこの3人でいいのかなとも思ったんですが、もう一つね、昨日のガチャで出てきたのが、どこだ、あ、いた、ガモーさんね、レジェンドの、ガモーさんがこれね即日本 25% だったんだよ。で、即かーって言ってたんだけど、即日本はね、リーチではなかったんだけど、これまた前回の代表でね、新田くんですね。こちらがね、即日本 25% だったので、こちらね、即日本もリーチにあったぞっていう風に考えると、ちょっと今の代表ガチャ、引いてもいいかなっていう気分になってきたんだよね。力日本 25% はいなかったんだよ。即即技でね。だから、技の赤い以外が出れば、即日本 25% が揃うんだよね、今度。だから、こっちでもいいかなっていう気がしてきたので、ちょっとチームスキルを揃えるために、代表ガチャ引いてみよっかなという、ことで、まあ、今回ね、取り始めましたよって感じなんですが、まあ、その前にね、ちょっと適当にチケットはね、その都度、引いていこうかなと思ってるので、まあ、最初にね、とりあえずこれ2回引きますわ。まあ、ここから出るものによってはガチャ引く方針が変わる可能性も、ないわけじゃないからね。さあ、どうでしょう。おっと、お、2枚抜いてる。えらい。お、3枚抜いてる。えらいね。オッケーオッケー。さあ、あ、しかし中身はいまいちか。数は出たけど、ちょっと微妙でしたね。さあ、もう一枚いっちゃいましょう。ここは確定枠がある場所ですね。いけ。あれ？1枚確定って書いてあった気がしたんだが、演出はしょぼしょぼ。まあでも確定枠だけは光ってくれると、そういうことですね。はい。クリスチャンセン。ああ、古いね。これ選べるで出てきたな。選ばなかったけど。他はないですね。なるほど。あ、そうだ、思い出した。ちなみにこれもね、せっかくだから動画撮ってる時に回そうかって思いながらね、いつも忘れちゃうんで、これもね、先にちょっと引いちゃいましょう。いけ！まあ中身が何だかはよくわかってないから、あんまり期待はしてないんだけど、まあせっかくだからね、撮ってる時に引いておきたい。おいし。まあ確定枠のみですね。さあ、おっと？赤いが出たね。何の赤いかがちょっとわからんが、赤いが出ましたね。あと2回いける。いけ！さあ、お、この演出多いな、今回。お、2枚抜いてる。確定枠以外も光ってますね。さあ、どうだ？お、翼くん。そして最後に、ビクトリーノ。この翼くんなんだっけ？あ、スカイウィングツインか。はい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 。いたな。こっちのビクトリーノは、古いやつですね。なんとなく。さあ、じゃあこれもう一回引いて、いよいよね、代表ガチャに移りましょうか。チャンス出てる。なんだかワクワクしてきた。
おお。そして女子マネ大集合からの確定枠以外にもある。さあどうだ。うん、ディック、そしてディアスという感じですね。ジュニアユース、お、これはだいぶ古いぞ。速のドリブルプラス 10%。 そして、リックの方もオランダ選手のディフェンスアップ。なるほどねと。さあじゃあ代表ガチャに行きましょうか。よし、じゃあここからが本番。一応これはね、30、40、50、50か。だから150と70だから、150と70だから220で回せるんだね。OK、じゃあ、1枠確定のところのステップ5まで、ね、引いていきましょう。見すぎか、島津ですね。見すぎか若島津。赤井はちょっと、今回はね、チームスキル揃えたい狙いなので勘弁してください。ということでね、引いていきましょう。いきます。さあ、一発目、花火が3つ、どうでしょう。僕は華麗に決めてみせよう。これは飛ばす。空振り。さあ、2回目。花火一発。エースはこの俺だ。シュナイダー。あ、そうそう、なんかね、昨日引いたね、レビン、フェスのレビンくんかな、あれ強いですよっていうコメントもあったので、ただまあメインの技がねシュナイダーとの合体技だったんで、強いシュナイダーも欲しいなっていう気持ちはあるんだよね。はい、というわけで3回目いきましょう。いけ。さあちょっと花火確認しなかったが。ちょっとシュワシュワして写真が飛んでいく。さあお願い。おし、おっと、これキラキラしてんね。さあどうだ。マウスのマークだから誰にも負けねえ。3分の1でちょっと3分の2当たりって思ってたらそっちが出るんだ。はあ、そうですか。まあ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 、まだね、まだ途中だから、まだ途中なんでね、いけますよね。じゃあ40連目いきましょう。とりあえず赤いゲット、そして花火2つ。これでとどめだ。よし、一気に。さあここ空振りっぽいね、揃ってないので飛ばしましょう。はい。さあラスト、1枠 SSR 新選手確定。ここで3分の1はず、3分の2外しちゃダメだよというとこですね。行きましょう。頼むよ。さあラスト、花火は結構飛んでいる。 1,2,3,4,5 5発飛んでますね。行きましょう。行け。よし、気持ちいい演出になった。さあ、うん、ここしょぼいぞ、大丈夫か。まあ、確定枠はあるからそこはいいんですが、他が変わらないね。ちょっと待って、3分の1、3分の2、3分の2当たり頼む。揃わないね。揃わないね。 25% マジかよ。3分の2で揃うって言ってるのに。マジか。3分の1の方を2連続で引いてきましたね。まあまあまあ、でもね、技2本も探したら1体ぐらい持ってる可能性もあるから、全部リーチになった可能性もあるんだよな、これで。いや、まあ違うかもしれんけど。
はい、まあそういうわけでね、今回はこれで終わりにしようと思います。まあなかなかチームスキルがね 25% で揃えられませんねという感じですが、一応力はね25、25、24だったらいけるということが判明したので、まあそんな感じでね、チームもねそろそろ組んでいってみたいかなとは思ってますということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。